鉄壁の守備を見せたオリックス、安達、画像、C、PLM、0-0 の5回にダイビングキャッチ。安打強奪で二塁封殺オリックスの安達良一内野手が、圧巻のダイビングキャッチを見せた。1日、ヤフオクドームでのソフトバンク戦。両チーム無得点の5回に、先発の山岡大輔、投手を救うビッグプレーが生まれた。動画、華麗ダイビングで二塁封殺、オリックス、安達の。鉄壁守備この回先頭の松田に中全安打で出塁を許す。続く神林が放った打球は、右腕の足元を痛烈に襲う打球となった。中前へ抜けようかというゴロを、遊撃を守る安達が横っ飛びでキャッチ。倒れ込んだ状態のまま、二塁ベースカバーに入った山足にトスをして、走者を二塁で封殺した。抜けていれば、無視1、二塁にピンチが拡大していた場面。オリックスにとって大きなプレーに、初回にはソフトバンクの今宮健太がファインプレーを見せており、球界を代表する名手二人による好プレーの応酬となった。